ト社のお守りや縁起物と呼ばれるものなんですけれども、はい、縁結びが少し有名ですので、はい、まあ、縁結びのお守りがあったりですとか、あとはお守りではないんですけども、夜間鈴という、うん、お鈴がありまして、はい、これがあの夜間の形をしている鈴なんですけれども、はい、縁起物なんですが、うん、思いが込められてまして、幸福というのは自分で努力をして沸かすものだと、はい、夜間の中の幸福を自分の努力で沸かせなさいと、はい、そして湧いた努力は人に注いで分け与えなさいと、そういった縁起が込められている夜間鈴というものですね。 あとは縁結びのお守りで言いますと、柄がですね、青海波といいまして、イチョウの葉を、波のように表した青海波というもので、チドリといいまして鳥が2羽飛んでいるんですが、うん、この、波、いわゆる困難をですね、乗り越えていきましょうという意味と、あとは、波、青海波というのもですね、末永く続く幸せというような意味もありますので、そういった思いの込められたお守りが、ある、ピンクと青でご用意があると、もう一つ大きい、こちらがですね、七宝柄といいまして、7つの宝を、表しているという七宝というものなんですけれども、はい、丸い円がこう折り重なるようになっているということで、円を結ぶ、調和を表しているということと、人のご縁というのは何物にも代え難いお宝だよという思いが込められているお守りになります。あと御朱印ですね、本社の氷川神社と勝海舟さんの書かれた幸せになりという字で作った、幸せになりの御朱印がございます。あとですね、それぞれ、季節の御朱印というものの頒布を行っておりまして、今回ですと11月の20日から28日までという期間限定なんですけれども、イチョウの時期に合わせてイチョウの御朱印、あとはですね、仁和祭といいまして11月23日に神社の大事なお祭りがあるんですけれども、それに合わせた御朱印という形で、季節限定の御朱印も頒布をしていると、はい、で当社のですね、季節限定の御朱印は、このように和紙を重ね合わせて作っているというような特別に縫製をしたものになりますので、こちらでご用意した和紙をお渡しする形での頒布になっております。さくらんぼみくじを買います。これ一つ一つ柄が違うらしいので悩みますね。紫っぽいのにしました。恋みくじです。あ、大吉でした。しっかりと愛を確かめ、神様に恋の成就をお祈りしつつですって。こちらはナギの木といって、縦の線が入っていて横に引っ張っても切れないそうです。ご縁が切れないようにというナギの木らしいです。で、さっきさくらんぼみくじをいて、これをくっつけると両縁が結ばれるらしいです。今ある縁をより深く結ぶ縁でもあるそうです。結びました。はい、これください、はい、あと御朱印を2つください。氷川神社と幸せになる。はい、御朱印もらいました。氷川神社と幸せになりの2つです。お守りと鈴と夜間鈴をゲットしました。